川さんのライジンとかね、はい、いろんな格闘技の評論みたいなのしてあるじゃないですか。してないです。え、してないですしてます。してますよね。ないやね。それで生きてますよね。ライジンとか、うん、K-1 ももちろんそうですし、UFC ももちろんそうなんですけど、まあすごいこうメジャーな団体にもなってきて認知度も高いわけじゃないですか。うん、森川さんもともと新曲というところにおられましたけど、はい、フルコンタクトからでの認知度ってやっぱりまだまだ低いかなと僕は思ってて、でそれをこうどう高めていくべきなのか、空手がどう変わればこう変わるとかこうなるんちゃうとか、うん、森川さんが空手をじゃあ牽引してる立場であったらどういうふうにマネジメントしていくとか、いろんな格闘技を知った上でどうなのかなと、なんか提案みたいな、今のここの現状がこうやからこうやね、まあ、全然ないんですけど、ないかい終わってもうじゃん。極真祭り派とかはもうしっかりそういうところに対応してこう、ライジンにでも出してこうみたいなこともやってるし、K-1 にもガンガン出してこうみたいな動きをどんどんしていて、はい、で今はこの福中斗選手がいるフルコンタクト空手の方はやっぱそういう動きと全く反対の方向に進んでるじゃないですか、はい、空手だけをこう特化させるっていうことですか、うん、はい、こうパッと見た時にやっぱ派手でかっこいいのはやっぱりそのライジンとか、うん、まあ、それこそブレイキングダウンとか、はい、まあ、そういう方はやっぱかっこいいし、かたやこっちはまあその世界の中でやっぱりかっけーってなるし、うん、やっぱ有名になるけど、まあ、一般の人は全然知らないみたいな、はい、これ中東選手でも多分そんなに、まあチャンネルやってるから多分認知度高いと思うんですけど、うん、そんなに外でも多分あんまり話しかけないこととか、うん、多分、うん、この世界チャンピオンでも少ないと思うと、う、ね、はい、俺は割とこうフルコンやっててもどんどんこっちに流出していく、そういうライジンとか、はい、その MM の派手な方に流出していくっていうのは俺は避けられないんじゃないかなと思ってて、うん、実際に空手出身のそういう選手が多いわけじゃないですか、多いですね、それで有名になって空手ってやっぱりすごいなっていうところもあるとは思うんですけど、うん、僕はどっちかというとこっち側をより大きくできひんのかなと、うん、このフルコンがいかにかっこよく見えるか、うん、このちっちゃい子たちとかにとって、はい、この世界チャンピオンがやっぱり一番かっこいいよねってなれば、はい、みんなこっちで頑張るだろうし目指すだろうし、うん、盛り上がるだろうなって思うんですよね、うん、で俺がこう中学校とかの時それこそヒーローズとかドリームとか、はいはいはい、そういうのやってて、はい、でマサトキットも大晦日見てたし、うん、それめちゃくちゃかっこよかったんですよね、はいはいはい、だけど俺の中ではやっぱり極真の世界チャンピオンの方がかっこよかったし強いと思ってたから本気で、へー、だそういうふうにこう今思えてる子たちがどれぐらいいるのかなとかって考えると、うん、今はそういう、まあ、言い方悪いけどフルコンタクト空手の魅力っていうのがだいぶちょっと落ちてるのかなっていう気はしていて、かっこいいなみたいな感じにみんな見てるのかなっていうのが気になってるというか、うん、どうしたらいいんですかね。でも上田幹雄選手みたいなやり方ってあれって一つの手だと思ってて、空手の世界王者がライジン出て勝って、うん、それでまた空手の大会に戻ったらあもっと盛り上がるんじゃないかな、まあそうやね、はいはい、今縛りが激しいじゃないですか、空手やったら空手の大会しか出たらダメとか、はいはいはい、ここの流派はこの道場の大会でもティック、うん、MMA 出たらダメ、うんうん、ってなるんですけど、うん、それがもっと縛りなく、はいはいはい、空手も出てもいいし、うん、こっちの大会も出てもいい、うん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 、ってなったら空手の選手も空手好きだから空手やってるわけであって、うんうん、こっちの試合キックとか MMA の試合っても空手の大会出たいなって絶対来ると思うんですよ、はいはいはい、ここの出戻りになった時に人気がパッてさらに、はいはい、逆輸入できない、そうそうそう、だから堀口選手みたいに、はいはい、アメリカ行っててでライジン戻ってきて、うん、バーンなったじゃないですかみたいな感じでやった方が周りはすごい盛り上がる、うん、あ、そうやね、うん、いや、俺逆なんで完全に逆で、俺多分そういう風に言っちゃうとやっぱりあ、そうやって空手の世界チャンピオンになった人が行く場所なんだって俺はなっちゃうようなイメージがあって、あ、ね、俺が多分そのフルコンを盛り上げたいとか盛り上げるために何がいいかって言ったら、はい、なんか今はこう正直言っちゃうとこうあんまり空手の選手たちの個性がだいぶ俺の中ではないなと思ってて、それこそ異質なのは福地優斗ぐらいで、はい、そうですよそうですよ、自分で言うね、どういうことですか、スター性がっていうこと、いや戦い方、戦い方やっぱりだから俺昔見てた時はもう全員攻撃と攻撃力特化で、はい、でいろんな倒し方がパンチだけのやつもいたり、うん、はい、蹴りしか使わないやついたり、はいはい、でそういうのをこ う, うまく使うやつもいたり飛び技がいたりとか、はいはいはい、そういう個性の集まりだったから俺はうわこれ面白いなって思って見てたんだけど、はいはいはい、今はみんな全員打たれ強くて全員スタミナあって、うん、でそこからスタートみたいな感じだ と, ううと、ね、なんかあんまりこうどの選手も正直多分俺一回引いた目からすると同じに見えてしまうというか、はい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 、あそんなにこう変わったことしてる選手っていないなっていう、だから俺はそういう意味では福地優斗すごい尊敬してて、はいはいはい、このスタイルでそんなに勝ち上がれるって、まあそうですよね、この今のフルコンタクト空手界の中で俺すごいと思ってて、はいはいはい、全体のレベルが全体の能力が
上がってるんですよ多分、うん、選手の、うん、あなるほど。でも、はい、尖ってる部分がすごい少ないんですよね、うん、なるほど。尖りづらいと思う。尖りづらいんか、うん、ルールの性質上、うん、そうそう、手数出さなかったら負け、うん、ねっていうのがやっぱ判定基準があって、判定基準でもうなんか倒すことを諦めてしまってるような、うん、なんかキーもしてて、ね、倒す空手、うん、っていうのを、まあ、もちろん目指すんやけど、うん、それよりも勝つための空手にこう移行してるような気がして、うんうんうん、それが魅力をすごくこう減らしてるような気がするんですよ、うん、結果なんかあれだもんね、今は試合とかやってて練習とかやってて結果なんか倒れたらいいやみたいな、うんうん、倒すじゃなくて、そうそうそう、倒れたらいいや。僕はもう一つ提案としてあるんですよ、はい、倒れるまで組んで好きだなそれお前どっちか倒れたプロレスみたいな感じ、はいはい、どうなんですか、やっててあこいつ落としに来てんなとか上ずっとやってきてんなみたいなのを感じることあるんですか、試合やってどういうことですか、落としに来てるっていうのは。その試合やっててあこいつは本当にこう倒しに来てんなみたいな、うん、こう勝ちに来てるじゃなくて倒しに来てる、組み手してるなとかっていうのを感じることっていうのはないですね、倒しに来てるなって思うのはやっぱ外人の選手とか、あ KO を狙いに来てんなっていうのは外人の選手、日本人では倒すっていうよりももう勝ちに来てる、もうすごくルールを使って、ルールを使ってってもそれがもう当たり前の、うん、競技だから、ね、競技だから別に悪いことじゃないし、うん、あれなんですけど、うん、倒しに来てる感はないですね、うん、もう本当そうか、パッと頭の中思い浮かんだのはあの選手か、もう本当1人とか2人ぐらい、うん、それ以外はもうパンチローみたいな、うん、たまに冗談で、たまに冗談で人倒れへんぞ言い方悪いですけど相撲みたいな感じですよ、ちょ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 殴り合ってね、っていうことでやっぱりルールをちょっといじらなあかんのかなっていう気持ちも正直僕はあります、うん、手数のを、まあ、認めないとか、押してる押されてるを認めないとか、これ結構大きいと思うんですよ。下がって距離取って攻撃するから倒せるけど、中で膠着してごちゃごちゃやってたらどっちが押すかもしれないけど倒しづらいんですよね、倒されへん ね, ね、押してる押されてるはもう完全に判断基準に入れないとか、全然納得してない。別に僕は同意しないですけど。同意しないですか。いや、いいと思う、悪いと思う。ああ、なるほど。なんかあります？いや、ないです。それ言い出しちゃったら、じゃあお前ら大会開けよっていう、いやいや、もちろんもちろん、話で終わっちゃうから、はい、から俺は福地優斗の目指す空手を俺は応援したいかなと思ってます。もう一回組み手しましょうかなんでそうだろう。まあ結局は選手の志じゃないですか、本当に倒してでも勝ちたいと思ってるやつか、はい、何が何でも勝ちたいっていう言い方はなんかおかしいかもしれないですけど、何が何でもチームのグループでも勝ちたい、うん、それは正しいんですけどね、うん、正しい、そこプラス欲しいよね、はい、倒す、常に倒すんだぞっていう心構えをってなってくると、多分そうだね、こうそれこそ個性出てきてかっけーって多分なってくるんじゃないかなと思うと、うんうん、そこには期待したいかなって思って見てるけど ね, ね、はい、皆さんじゃあ個性出してください。頑張って個性出してください。試合でよお前が言うな。はい、すみません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。伝説さんのチャンネルでもまだ動画上がってると思いますので、ぜひこちらの方見てください。お願いします。ありがとうございました。ファイテン、ファイテン、ファイテン。